ロイヤルホストは7月5日から8月下旬まで全国の220店舗で35年目のカレーフェアを開催しますが、それに先立ち6月23日にメディアを招いてメニュー紹介と試食会をロイヤルホールディングス本社で開催しました。ロイヤルホストは暑い国のカレーで夏を元気に過ごしてほしいという思いのもと、1983年から夏季限定でカレーフェアを実施、夏といえばカレーという食文化を形成してきました。過去34年で159種類のカレーを紹介していますが、今回35年目を迎えて、美味しさつながるをテーマに、伝統と新しさを表現するカレーがフェアで販売されることになります。この日は1983年以来の伝統の一品、カシミールビーフカレーを紹介。今年は別添えで辛さと旨味を味わえるガラムペースト付きです。新作カレーとしてスパイスも効いた10種類の国産野菜とポークのスープカレー、甘エビを殻ごとバターソテーしたエビのフレンチカレーの2品、さらに過去のカレーフェアで販売されたこともあるザ・ロイヤルシェフカレーとチキンコフタのカレーの2種類が紹介されました。ロイヤルホスト佐々木社長にお聞きしました。今までまあターリーっていうと少しちょっとインド寄りになったようなものを上に乗っけてたんですけど、パルウェルホストのカレーは決してそのインドカレーでもありませんし、またホテルの贅沢なカレーとまでも言いませんし、多分それがすごくこう融合したのがロイヤルホストスタイルのカレーだと思うんですね。ぜひ今年のカレーは皆さんからカレーのソースを選んでいただいて、トータルとしてはロイヤルホストらしいいいカレーに仕上がっていると思います。